ヘッジュベリーアニメ監督木村博史です。本日もよろしくお願いします。今回はアニメ監督のノート術というお話をさせていただきます。ノート術なんですけど、ノートを取るとき皆さん何で取ってます？スマホ、PC、そして紙のノート、この3つがあると思うんですけど、その3つ僕も使っています。長所短所を伝えながら、僕がアニメ監督をやっているので、そして原作もやっていたりはするので、原作を書くとき、そして社長業としてビジネスを考えるとき、それ以外の多種多様のメモを取るときがあるんですけど、そのやり方の実践を伝えていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。まずはね、スマホですね。スマホポーンって出したいんですけど、今スマホでちょっと撮ってるんでね、出せないんですけど、まずスマホのいいところ、これはやっぱり音声入力。これ何で僕が一番使うかって言ったら、さあ寝ようと思った時に脳ってね、何かしら考えちゃってるんでね、良くないところだったりはするんですけど、いろいろアイデアピキーンってね、こうひらめいちゃう場合があるわけじゃないですか。その時に、あ、これだと思った、まあ、ビジネスアイデアだったり原作アイデアだったりする。でそれを起きてまた書き留めるのもね、ちょっとめんどくさいっていうところもあるので、やっぱりちょっと眠いっていうところもあるから、その時にヘイシーってメモ取ってみたいな感じでね、バーって言うと、まあ、メモ取ってくれて、翌日ぐらいだったらチリちゃんのメモってね、ちょっと読みづらいところもあったりはするんですけど、これを見れば、あ、こういうこと考えてたんだっていう形で、もう一目瞭然になったりはするので、これがやっぱりスマホの一番いいところかなと思います。もちろんね、タッチで打つ時も予測変換もありますから、めちゃくちゃ早く打てる。そしてアプリでうまいこと管理もできるので、スマホってそういうところのいいところがありますよね。もちろん PC の方も予測変換、まあ辞書機能もあったりはするので、バーって打ちやすいですし、ちなみに PC、 僕の場合だったらクラウドで管理をしていたりはするので、その文書文書一つ一つの作品ごと、そしてビジネスごとに全部が管理できるので、やっぱりノート PC っていうか、まあ、PC のねメモっていうのは、まあ一番管理がしやすいかな。まあ、もちろん人によってはアプリを使いこなしてる人たちだったら、わざわざもう PC 使わなくてもアプリでなんとかできちゃうよっていう人たちもいるのかもしれないですけど、僕ぐらいの技術だとまだまだやっぱり PC のクラウドで管理ですね。ちなみにクラウドはドロップボックスっていうクラウドを使ってて、もう本当それで全部を管理しています。スマホ、iPad、ノート PC、デスクトップ PC、全部それで管理ですね。だから、まあ、それで一緒くたに管理ができるんで、やりやすいのがやっぱりノート PC ですね。で、このノート PC とスマホっていうのは、どちらも情報を記録するのはすごく長けてるんですよね。ただし、やっぱその情報っていうのは記録じゃなくて記憶したいですよね。その記憶に長けてるのがやっぱりノートとは思っています。で、やっぱりね、一つ一つ文字を書くっていうところで、手で覚えて、目で覚えて、そして脳で覚えるっていう、この3つで覚えられるので、記憶に定着しやすいっていうところがありますよね。やっぱりスマホとかノート PC っていうのは限られた空間でやらなくちゃいけないんですけど、もちろんノートも限られた空間なんですけど、そのページをダイレクトに別に大量に使えるわけですよね。だからそのダイレクト感で、まあ書きやすいっていうところもあるかなと思います。さあ、そんなね、僕がおすすめしている紙のノートですよね。ここで紙のノートのね、書き方、どういう風に僕がやっているのか、そしてやっぱり記憶に定着しやすいこのノートの良さですよね、今日は伝えていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。では実践入ります。真摯なノート、通常デスノート、配置しました。皆さん見えますかね。ノートをね、書く時のまずはポイントがあります。まずは何でもいいですけど、テーマを決めましょうね。じゃあ今日テーマだったら、自分の生活を変えたいみたいなテーマがあるとしたら、そんな風にテーマを書きましょう。じゃあ自分の生活を変えたい場合に、ネガティブなところがあるわけですよね。で、そこを変えなくちゃいけないと思うんで、ネガティブって書いて、今日は動画なんでパパって書いちゃいますけど、ここを何個か書いていく。そして生活は変えて、ここは全部変える必要はないじゃないですか。ポジティブに、これはそのまま残してもいいのかなっていうものもあるわけですよね。まあそれをバーッとこう書いていくっていう形で、自分自身に問いかけながらノートを書いていくっていうことがあったりはします。ただし、この書き方はブブーダメです。
僕が考えてる正解の書き方ってどうなのかっていうところなんですけど、まずここにネガティブなことを書きますね。こうバーって書いていく。今日1日書いた時にここまではまず書けたと思ったら、次ポジティブのやつをもう次のページに書いていきましょう。それをザー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 と書いていきます。例えばあと結論ですかね。生活のリズムを変えたい、でそのためには何をすればいいのかの結論が出たとして、まあバーバーバーとこう書いていくっていうところで書きます。もうこの書き方っていうのはもう人それぞれでも良かったりはするんですけど、ここを書いた後のこの後が大事で、自分の生活を変えたいわけですよね皆さんね。まあ例題としてですけど、その時に何日か経って自分の生活がまだあまり変わっていない、じゃあなんでかなって思った時にここに戻ってきてほしいんですよ。ここに戻ってきた時にそのネガティブなところを変えたいことができているのかできていないのかで、さらにまたネガティブなことがこう増えるわけですよね。それを加筆していってほしいんですよね。いわゆるノートをどん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 リライトしていくっていう作業になります。でポジティブなやつもまあ増えるんだったらもうどんどん書いていって、で結論のじゃあ次修正に行こうっていう形で、今度はこういう風にやっていきましょうっていう、そういう風にノートを後日見返してさらに加筆していくリライトっていう作業が大事なんですよね。そこで読んだ時に、あ、昔の自分はこういうことを考えてたんだな、でそれがうまくいってるんだな、うまくいってないんだな、じゃあもう一回こういう風にやればうまくいくかもしれないよねっていう形でやってほしいんですよね。勉強も一緒だと思うんですよ。今教わった勉強はここ、でもこれに付随するまた勉強を教わったっていうんだったらそれを足していく、こういう方法で覚えていけばいいんじゃないのかなっていうのもまた出てきたら、それにどん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 足していく。なので足せるようにわざと余分を作ってノートを書いていく、これが僕が皆さんにおすすめするノート術の秘訣かなと思っております。そういう形でね、ノートの取り方の実践を説明させていただいたんですけど、さらにこれを見ている人たちから要望があったんですけど、やっぱり僕がアニメ監督、こういう原作もやってたりするので、どういう風に原作とかを書いているんですかっていう質問もいただいたりはするので、それの質問もお答えしていこうかなと思っています。ここでまず大事なのが、原作を考えるときに、よく1週間考えました、放送10年と、いろいろあったりはしますけど、1日単位で考えたときに1日ずっと考えててもそれは絶対にダメです。ブブー、人間の集中力なんて集中したとしても3時間が関の山、だいたい2時間ぐらいかなと思います。でプラスそこにも1時間に1回ぐらい休憩入れないと集中できないっていうところもありますので、まず大事なのはこの時間、僕だったらこの50分、例えば30分、例えば休憩入れてこの2時間、もうその時はこのことしか考えないみたいな、そういう時間を作ってほしいんですよ。そしてその時間はそのことしか一切考えない、でもスマホ もうどっかにやる、無駄ななんかながら仕事にもしない、音楽も聴かない、音楽聴きながらやれる人はそれでもいいと思います。マルチタスクが得意なので、男性だとマルチタスクは増えてなので何も聴かない方が一番いいと思います。僕はホワイトノイズっていう言われる水の音だったり雨の音だったり海の音だったり小鳥のさえずりだったり、それを聞きながらやりますけど、そういう形でここの時間、じゃあもう50分このことだけを考えるっていう形で必死に考える。もちろん考えて到達できるところもあれば、まだまだ未完成だなっていうところもあると思うんですよね。でそうしたら1日置いて翌日また考えましょう。ずっとそこから10時間12時間考えたとしてもいいアイデア出ません。もう本当に脳が疲労しきってるんで、早く脳を休めて脳が活動できるように瞑想するっていうのも必要ですし、体もね目も疲れてるとは思いますので、ちゃんと寝るっていう、食事で栄養を取るっていうのが大事かなと思います。そして翌日になったらまたそのじゃあ1時間しっかりまた考えようっていう、もし時間があるんだったら3時間で、それも50分やって10分休んで、50分やって10分休んでみたいなね、そういう形でやっていければいいと思うんですけど、そこで考えると、あ、前回はこんな風に考えてたの、でもこういう方法もあるんじゃないの、あ、このアイディアいいね、あ、追加のアイディアができたっていうのが少し少しできてくると思うんですよ。そういう形でもう考える時間っていうのをしっかり決めた方がいいと思います。無駄にダラダラ考えててもいいアイディアは出ないです。なんとなくダラダラこういう風にしときたいな、バイク乗りながら、車乗りながら、自転車乗りながら、歩きながら、そういう風に考えていくのはいいんですけど、しっかりまとめるときは時間を決めてやっていきましょう。あとはプラスアルファなんですけど、じゃあ具体的な書き方ってどうやってるのっていうのもあったりはするので、それを
簡単にご説明していくと、まずは僕の場合作品を作るときテーマ決めます。テーマ、まあこれだったら人とアンドロイドの絆、そしてスポーツものっていう、まあそういうテーマを決めますよね。金メダルを取るために必死にみんなが頑張っていくっていう作品だと思います。そこからキャラクターを決めていきます。このキャラクターが、まあどういう形で成長していくのか、どういう風に作品に入り込んでいくのか。そしてキャラクターを作るときに一番大切なのは、やっぱり圧倒的な特徴と圧倒的な弱点、圧倒的な欠点。この3つだと思うんですよね。ここ小池和夫さんが言ってたんですけど、やっぱり主人公には圧倒的な世界一の力、それがまあ特徴ですよね。まあ笑いが世界一なのかもしれないし、格闘技が世界一なのかもしれないし、ロボットの操縦が世界一なのかもしれないし、愛に関しての思いが世界一なのかもしれないし、それは作品ごとそれぞれだと思うんですけど、それプラス主人公には弱点、例えば世界一強くても子供とか女性とかそういう弱いものを守らないと戦えないっていう人がいるとするわけですよね。それは戦うファイターにとっては弱点なのかもしれない、ね、ライバルとかの方はね、戦闘力強くても女子供とかどうでもいいやみたいな感じで、こんな、まあ、殺しながら戦ってるやつもいるじゃないですか。で、逆にそれは欠点だと思うんですよね。なんで前者の格闘家と後者の格闘家だったら、普通の人たちだったらやっぱり前者の格闘家に思いを寄せるわけですよね。まあでも大体皆さんっていうか僕もひねくれてるから、あのライバル役の方にちょっとこう思い入れがね、あったりもするとは思いますけど、やっぱりどこか主人公とかライバルには誰にも負けない世界一の特徴、そして主人公には弱点で、ライバルには欠点、まあこれを作っていくみたいなね、心があります。で、そのキャラクターをね、いろいろ作った後に、僕はその後にストーリーを載せていきますね。ストーリーでいろいろ、ああなんかこう入れ替えたいなっていうのは、いろいろ入れ替えながらやればいいと思うんですよ。ただしそこはキャラが決まっていれば、ストーリーってどういう風にでも入れ替えることもできるし、どういう風にでも修正ってできると思うんですけど、キャラがまとまって決まってないと、ストーリーをいくらいじくったとしてもいいものにはならないと思うんですよね。なんで僕はテーマ、キャラクター、その後ストーリーっていう形で考えています。ノート術に戻って、まあ、さっきのもノート術なんですけど、プラスアルファ日記を書くのもノート術のね、ちょっと番外編的な形なんですけど、おすすめしていきます。なんでかっていうと、これもね、リライトまではしないんですけど、日記を書くじゃないですか。で、例えば、まあ、書いた後、先ほどのノート術みたいな形で、読み返さなくてもいいと思うんですよ。でもたまに1年前ぐらいに読み返した時に、ああ自分ってこんなことで悩んでたんだな、こんなことで喜んでたんだな、ああこんなことがあったんだなっていうのが、読み返せることによって自分の成長が見えてくる。で、やっぱり自分の成長が見えてくるっていうのはすごく嬉しいことだったりはするので、そういう意味合いで、日記を書いていくっていうのは、ノート術を高める上でも、そして人間として成長する上でもいいんじゃないのかなと思います。ちなみにこれ、スマホだろうが PC だろうが、あの紙だろうが、まあどれでもいいんじゃないのかなと思います。自分のやりやすいところでいいと思います。基本的にはちゃんと記録に残すことっていうのが大事かな。その後読み返せるような感じになっててもらえればいいと思うので、まあ他 PC、 まあ一番いいのはスマホかなとは思います。あとは続けるコツとしては、長く書かない。 Twitter のね、144文字以下でもいいですし、まあ1行でもいいんじゃないのかなと思いますんで、なんするとやっぱり継続するのはちょっと大変にはなってきちゃうので、初めの方はもう 2,3 行っていう形でいいのかなと思っています。で、さらに番外編ですね。まあ僕アニメの演出家監督やってるので、絵の方もじゃあスマホ PC と紙って言ったらどういう風にやってるのっていうとこなんですけど、僕は2012年、結構業界的には早めからもうデジタルにほぼ移行していました、まあ、やっぱりデジタルになった方がまあ細かく描けるし、拡大縮小も楽だし、さらに何度も描き直せるっていうところでね、すごく恩恵を受けました。だけどいくらやったとしてもどうしてもスピードが上がらないんですよね。まああとやっぱりダイレクト感がないなとか思いながらも、でもまあデジタルがどん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 技術が進歩していけば、そういうのも解消されるんだろうなとは思ってはいたんですが、アナログの良さっていうのをちょっとその当時1年前ぐらいなんですけど、アナログの方がいいんじゃねえのかなと思って、一度絵コンテ描くときにアナログに戻したんですよ。そうしたらまあ描きやすいこと、描きやすいこと、ダイレクトにできること、やっぱりアナログだなとは思いました。そこからレイアウトチェックとか
かもデジタル、それまでデジタルでチェックだったのをどんどんアナログに変えて、やっぱりそうしたらスピードもねガンガン上がってきたし、やりたいことはできるようになったので、もちろん全部がアナログではなくて適材適所でデジタルがいいところっていうのはもちろんあったりはします。先ほど言った拡大縮小とか細かい作業とか、あとはあのラスチェック後でキャプチャー画像をね撮って、ここを直してくださいっていうのを紙に指示を入れるよりはもう映像のところに指示を入れちゃう、まあそれをあのプリントアウトしちゃうとかね、そうした方が楽だったりはするし分かりやすかったりはするんで、デジタルを使う時はあるんですけど、絵コンテレイアウトチェック、原画チェックはもう紙ですね。やっぱりスピード、ダイレクト感が全然違うので、一回オールデジタルにしたからこそ分かる、僕はオールデジタルからオールアナログに復帰しましたっていうか戻りましたみたいなね感じになっていますと。結局ね、この番外編の話もありますけど、結論としてはスマホ、PC、紙っていうのはやっぱり一番初めに言いましたけど、記録するにはやっぱりスマホ、PC ですよ。予測変換もありますし、小機能もあったりはするので圧倒的に早いとは思います。でも記憶に残したいんだったらやっぱり紙かな。はい、でダイレクトにもできるし、そこら辺のやりやすさっていうのはあるんじゃないのかなと思います。でそのノート術のまとめとしては、まあ僕がこういう風なノート術伝えましたけど、一番は自分がいいなって思ったノート術を使うことだと思います。その時にどうやって記憶に一番残りやすいノート術なのか、何度も見返すことができるノートなのかっていうのを考えながらやってってもらえるといいんじゃないのかなとは思います。一番はね、特に学生さんももし見ていたら黒板に書いてあるものをそのまま書き写すだけは一番の愚策です。僕も声優スクールで、最後アウトプットって言って、今日どういう風な予習をしてきて、どういう風な実践があって、これを今後どういう風に活かしたいかっていうのをわざと言葉で言語化してやる、アウトプットっていう作業をやってもらってるんですね。まあ、これも記憶に定着させるために。でその時に言ってることを、僕はメモ書いてますけど、言ってることをそのまま書いたことは一度もないです。この人が言っている本当の真理、真相真理は何なのかな、プラスこの人にはどういうことを伝えればより技術、知識、そして人気が、あとまあモチベーションも上がるのかなっていうことを考えながら書いてるんですね。なんで教科書にあるものをそのまま書いたとしても、ただの書き写しで何の知識には残りません。そうじゃなくて自分なりに分かりやすいように書く、そのためにはどうすればいいのかなっていうのを考えながら書くのも、まあ、コツの一つかなと思いますので、それもトライしていってもらえるといいのかなと思います。以上がアニメ監督のノート術でした。ありがとうございました。さあ、ここから宣伝になります。チャンネル登録、高評価ボタン、通知ボタン、ポチッとよろしくお願いします。さらに宣伝、ケチャ2076、この声を君へ、セカンドシーズン発売中です。ユウキ、ペドロ、バレンチーナ、さらにベアトリスのグッズも新発売しております。アクリルキーホルダー、ブロマイドが発売しておりますので、合わせてご購入よろしくお願いします。黒田高也さん演じるもやいちぬいぐるみ化計画、11月末発売予定です。木村博士の声優スクール、声優スクールなんですけど、スケジュール変わりました。まあなんでね、かなりの数レッスンを増やしましたので、振るってご応募ください。アニメ演出家講座、全12回の講座ですね。この12回の講座を受ければ必ずアニメ演出家になれます。仕事の斡旋もありますので、ご応募よろしくお願いします。さらに VTuber シシマルわさび、 VTuber デビューしてます。毎週水曜日と週末金曜日か土曜日かな、のどちらか21時からゲーム実況コラボ配信を行っていますので、チェックよろしくお願いします。では、プリオース。